はい、どうも、薬病神 YouTuber 大チャンネルです。ということで、本日4月24日行われました、オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ第6回戦。結果からいきますと、6対3でマリーンズ勝ちました。まあ、まず。まあ、ただね、今日の試合はね、まあ、オリックスが勝ってもおかしくない試合ではありました。まあ、毎回ね、オリックスもチャンスを作り、まあ、ロッテは結構三者凡退で終わるっていうことが多かったですから、まあ、今日の試合ね、優勢だったのはオリックスだったんですよ。今日はオリックスの方がね、この1点を掴み取ることができなかったっていう、そういう試合でございました。ロッテの方ね、四死球与えすぎ、ほんまに。これもね、まあ、ヒットっていう連打を打たれたっていうのもあったんですけどもね。今日先発がローキ様だったんですけれども、ローキ様が今日ね、ちょっと、まあ、疲れも見えてきたのか、ちょっとね、苦しいピッチングが続いておりました。5四死球なんてローキ様なかったじゃないですか。うん。それでもね、5回2失点に抑えてくれた。まずは感謝申し上げます。まあ、今日ローキ様ね、素晴らしいピッチングだったと思いますがね、まあ、まだ、1年間投げ抜くね、体力っていうところで、今日ね、力んでしまった部分とかね、ここぞっていうところでのフォアボールとか、デッドボールとかね、抜け玉とかもちょっと目立っていたんで、まあ今日でね、一回登録抹消ってことになると思うんですけれども、一回休みっていうところでね、しっかりとね、次の登板では、また今日以上のね、ピッチングを期待したいなというふうに思います。いやーでも今日は打線が救いましたね、本当にね。もう2回以降全然得点入んなくてもうどうしようかと思ったけどさ、まあ9回の表にさ、3点追加して、1点差だったのが4点差になったわけだから、うん、これは非常にね、ピッチャー陣も楽になりましたよね。はい、ということで、今日の試合振り返っていきましょう。今日の両先発がですね、オリックスが山崎颯一郎投手、そしてロッテがローキ様ということで、まあ1回の裏ですね、やばいやんと思って、うん、いきなりね、初球のストレートを福田周平選手にヒット打たれまして、これでずーっとランナー出なかったんですが、いきなり、止まりました。で、まあ、その後も3番紅林選手に内野安打、4番吉田正尚選手にレフト前ヒット、これもういきなり初回先制されんじゃねえかと思ったんですが、高部選手の好返球で、うわったーということで、先制点は阻止。高部明人ですよ、これは。で、まあ、初回ピンチ迎えたんですけれども、しっかりと無失点でローキ様が抑えまして、2回の表ですね。まあ、これ結構2アウトからチャンスを作ったんですよ。で、2アウト満塁まで行って、1番の高部明人選手、レフトへの2点タイムリーヒット。ベー、左右そして続くね、今日2番に入った和田幸四郎選手、センターへのタイムリーヒットこの1、2番で打線が繋がりましたよね。これでロッテが一気に3点を先制いたしました。で、その後、ローキ様はね、まあ、フォアボールだったり、ヒットだったりで、まあ、毎回ね、苦しいピンチを作るピッチングにはなったんですが、抑えるんですよね。こっから。うん。これがローキ様の素晴らしいところですよ。ところが5回の裏ですね。先頭足立選手にヒットを打たれました。で、次の福田周平選手にストレートのフォアボールを与え、続く西野選手のところでも、まあ、粘って、西野選手が、フォアボールを与えてしまいました。ノーアウト満塁といったところね。で、続く紅林選手の打席で、まあ、ピッチャーゴロ転がったんですが、ローキ様はね、二塁を選択して、163という形でゲッツを取りました。これ、ホーム投げてもよかったんじゃないかなと思ったけどね。これがローキ様の判断だ。ローキ様の言うことは、絶対。で、続く吉田正尚選手もさすがですね。ローキ様の外にね、ズバリって決まったようなまっすぐだったんですけれども、うまーく左中間方向に狙い撃ち。これで1点差と迫りました。まあ、その後はしっかりと、抑えていただいて、5回を2失点というところでね、しっかりと先発の役割を果たしてくれたローキ様。で、その後6回広畑投手、7回田中康弘投手、8回西野投手と、まあ、フォアボールとかランナーは出すんですけれども、先ほど冒頭でも言った通りね、オリックスがこの1点を掴み取ることができない。でもちょっと、フォアボール多すぎよ。ほんまにリリーフ陣。田中康弘投手に関しては今日満塁になったんですけれども、全部フォアボールだからね。吉田選手の申告敬遠も含め。ストライク入ってないってことなんだ。それってね。で、まあ、すべて試合が決まったのは9回の表だよね、本当にね。まあ今日ね、オリックスのピッチャーの方がね、8回にバルガス投手で9回平野投手連投来るんじゃないかなと思ってたんですけれども、昨日のロッテみたいにね、延長戦をちょっと見据えてたのか、9回平野投手来ませんでしたね。8回9回バルガス投手が2イニング投げるということになりました。で、先頭菅野選手ね、代打、フォアボールを選びました。まずこれが大事ですね。
で9番松川選手がしっかりと送りバントワンアウトランナー二塁で佐藤俊也選手また代打です。ライトへヒット、これがねでかかったよね。これで 1-3 塁っていうケースを作って、高部選手今日2本目のタイムリーヒット、これなんです。この1点を掴み取るっていうのは、昨日できなかったこの1点を掴み取る、今日はできましたね。このできるっていうのをどれだけ継続できるかっていうのがね、優勝に向けての重要なところだと思います。はい。でその後2アウトとなって、もう試合決まったね、これで。中村翔吾選手のレフトの頭上を超えるタイムリーツーベースヒット、ナイスキャプテン。さあ、そしてさらにさらに、2アウトランナー2塁というところでバッター藤原恭太選手、まあ、藤原選手もねずっと2番で使われていた中で8番9番と下位打線で落ちていってね、さらにはスタメン落ちっていうところを経験してるんで、悔しさっていうものがねあるかというふうに思いますんで、ここはぜひね、みんな打ったんだったら俺も打つしかないんだと。さあ6球目、タイミングも合ってきてますよ。さあ藤原選手スイングしていきまして、空振り三振。まあまあここはね、中村選手の一本っていうのが非常に効いたところで、9回の裏、まあさすがにね、2試合連続の劇場はもう勘弁してくれとね、まあさすがに守護神増田投手ですからないなというふうに思っていました。おい、心臓に悪いんじゃボケ、本当に心臓に悪いですよ増田さん。まあまずワンアウト目をねセカンドライナーに打ち取ったんですけれども、結構捉えた打球だったんですよ、先頭の紅林選手ね。今日もこれもしかしてやると思って、次吉田正尚選手だし、なんこれやべえんじゃねえと思ったんですよ。その予想が見事に当たり、吉田選手と宗選手の連打浴びて、で代打ラメロ選手にもヒット浴びて3連打でワンアウト満塁、一発出れば同点という場面、またもセーブ失敗、まあ、セーブシチュエーションではないけれども、で杉本選手です。次が増田投手からも昨年ホームラン放っていますね。でこれセンターに捉えた打球ではあったんですけれども、これがセンターへの犠牲フライという形になって、これで2アウト取りました。そして最後北選手を空振り三振に打ち取ったんですが、増田さん殺すっけ俺らのこと。ということでね、まあ勝ったからいいけどね、まあ勝ったからこんな怒るようなことは僕もしませんよね。とにかくこのオリックス戦ね、勝ち越しできたんで、いい形でねホームに帰れることは間違いありません。もう来週6連戦全部ホームゲームなんでね、ほんと6連勝するくらいの勢いでいきたいと思いますよ。うん、ということでいきましょう、このコーナーです。 Today Zero No.38 アキト・タカベ初受賞、大チャンネル賞初受賞ね。いやー今日ね2本のタイムリー3打点と、初回のね好返球もありました。試合を決めた中村翔吾選手だったりとか、なんだかんだ5回2失点で3勝目を挙げた朗希様だったりとか、いろいろありますが、今日一番ねロッテに勝利をもたらしたっていうのはやっぱりね、今年のロッテのリードオフマン高部瑛斗選手じゃないかなというふうに思います。高部瑛斗選手、これからも1番不動として荻野さんなんかに負けてられませんよと、そういう気持ちでね、今年の1年間1番は俺なんだっていう、気持ちを前面に見せてもらいたいと思います、これからもね。はい、ということで高部選手大チャンネル賞初受賞、よろしくお願いいたします。日本語おかしかった今ね。高部選手大チャンネル賞初受賞おめでとうございます、ということで火曜日からも応援頑張っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ラモスパンテラー